何もない、まあ山の間のただの国道ですね。上琴は朝の時点だとこっちより5度ぐらい温度が高かったから、気温が向こう行ったらもうちょっと暖かいと思うんですけどね。なんでかこんなとあのすぐ近くの島なのにアメダスで見ると朝の時点でこっちが5度ぐらいで、もう向こうが8度9度ぐらいになってた。この辺りあの暖流と寒流がぶつかっているところらしいので、それと違ったりするのかな。でこの辺りはその寒流暖流がぶつかって魚の種類が豊富なので、あっチンカバスだ。その釣りのメッカでもあるし、あとあの取った銅の無人島生活やっての撮影やってる場所っていうのは大体この辺りなんだそうです。この周辺の小さな島、この辺りだからあの魚取って食っていけるんだとか女さんが言ってましたよ、ユースの。おお、こんなところに。昔の ダッシュ島は確か福岡の、あ、違う福岡じゃない、福島の方、あれ ダッシュ村か。 ダッシュ島は確か関東の方じゃなかったでしたっけ。 ダッシュもしばらくどころか何年も見てないな。 ダッシュ村時代に少し見てましたけどね、自転車ネタもやってたし。新川橋にしてはなんか角が丸まってないな。で向こう側はなんとか警戒中って書いてある。あそこ柵があるんですけど、多分あれイノシシよけの柵じゃないかな。ん、四国、あ、ダッシュ島がですか。あ、沈下橋のあるとこって意味だったらそうですね、四国の四万十川が有名ですね。沈下橋がたくさんあるところ、でもこの辺りでここだけしかないのかな。そう、四万十川っぽいですよね。水青い丸太が捕まってる。イノシシ警戒中、やっぱりそうか。そこの向こう側は9度、まあ9度っていうかこの新川橋見かけたので、あ、ダッシュ海岸ってやつでしたっけ。私はその海岸とか島になってからの放送は見たことないんでよく知らないんですけどね。なかなかいいな。向こうは行けないか。バス停の名前は観音前。うん、あ、なんか島流し的な話ですかね。
こまで分かりやすくする必要あるのかな。分かりやすいというか、なんか赤ちゃん言葉に近いような、舗装し直すとか舗装を張り替えるとか言い方あるんじゃないかな。舗装をやり替える工事をしています。まあ道路修繕工事なんだろうけど、なんか微妙に普通の工事とも違う気がする。舗装をやり替えるっていうのは、と思いました。愚道車か。雨止まないな。意外と大きいです。あのフェリーが着くのはだいたい朝から来ても昼になるんで、1日で1周して帰るのは厳しいと思います。フェリー乗ってる時間で3時間とかあるから。ちなみにあのユースホステルで一緒だった一般名称なんだっけ、今ちょっと聞きそびれました。カチカチ言ってねえよ、自転車カチカチ言ってねえよ。自転車カチカチは散々突っ込まれてますけど、今しなくなってると思いますよ。この間セオサイクルで BB が緩んでたので締め直してもらったので、淡路島で、あれは本当にフレームが真っ二つになりかけてたんで、あれで済んでよかったです。私の膝がメカニカルだから。フレームがあれは、でもどっから異音がしてるんだって、あのパーツとか接合部ばっかり見てたから、フレームのど真ん中気づかなかったですね。あそこはどこだっけ、港北ニュータウンの店に持ってって見てもらったら、あのフレームがもう2つになりかけてますって言われました。本当になんか半周分ぐらいひび入ってましたからね。雨が、ソニック自体はなんかできないらしいんですよ。フレームの修理は受け付けてはいないっていう話だったと思う、確か。ただそのフレーム修理とかやってくれる業者さんは あちこちあるらしいので、お願いすればいいんですけどね。その前にパーツを全部外して、フレームは溶接になると思います、修理するとしたら。ちゃんとダブ穴もついてる貴重なツーリングフレームなんで、今確か同じものを注文しようとしてもパナソニックの、あのセミオーダーシステムにあのモデルはないはず。指
タンフレームのマウンテンバイク自体が今オーダー、セミオーダーではないんですよね。フルオーダーではあるんだったかな。でも私はフレーム買ってパーツ買って組み付けるようなスキル持ってる人間じゃないので、黒森か、まあ、黒森でも多分大丈夫ですね、私の乗り方だったら。あのチタンフレームはですね、太いせいで実は担ぎやすいというメリットもあったんですよ。あれはあのワイヤーガイドがフレームの三角の外側に作られてたんで、担ぐときも問題なかった。本当にあれツーリング向きだったな。でこの天気いい加減なんとかしてください。大曲がり、色もそうですね、多分溶接し直すと色塗り替えになると思うんで、ああいう明るい緑色じゃなくて紫とか白とか黄色とか。でもあのチーム、そう自分で、オフ会か、あの新宿の方、今でも新宿なのかな、サイクルメンテナンスっていう、あの自転車界ではどういう意味で有名かわかんないけど、有名な何さんだったっけ、あそこのそのレッスン制 の会社の同僚がですね、あ、あすいません、人身ではないみたいだな、車だけみたい、あの事故は。なんとかモザイク処理しないと。でモザイク処理するためには最面ですよね、サイクルメンテナンス。金具色もいいな。あ、 YouTube で、あ、飯倉さんか、そうそう、私は飯倉さんと結構お話ししたことありますよ、一対一で。では結局全然身につかなくて、一応そのスクールの中でスポークの、あれなんて言うんだ、ホイール組とか、BB の着脱とかやったんですけどね、その時だけだったな。会社の同僚に誘われて行ったんですけど、最面のスクール行きました。あの広角機動隊の映画は、あの人なんか元自衛隊自衛官だったみたいで、広角機動隊のあの銃を撃った後に熱で焼けてしまって、あの中の何かを交換しなきゃいけないっていうところが再現されてるのがすごいとか言ってましたね。雑談して、ああ今なんて延長、今の延長か、あーもう降ってきた。スポークすごいな、小学生がそもそも小学生の腕力で組めるもんなんですかね。腕力使うとこはないかな。登ってる。
く。確かこの先トンネルあるんだった。トム・クルーズの映画の なんと昼からですよね。確かそうだったはず。なんか結構降ってます。ウェブカメラ浸水するかもしれない。 GoPro も。GoPro はなんかビニール袋で包めばいいような気もしてきた。トンネルだ。多分あとはこれ下れば港までそんなにないはず。ちょっと歩道狭いな。あ、さっきのことか。あれか、さっきの自動車同士の事故のできてるのか。救急車来てないってことはやっぱり人は大丈夫だったんだ。トンネル抜けました。トンネル出ました。今10時半だから、まあ多分大丈夫ですね。ベスト電気ある。港のとこにもベスト電気あったけど、あれかな、光が、あ、今そこの映像が来てるのかな。町に、これからすぐ下った先が町ですね。基
標高そんな高くないからもう1キロ行かないぐらいで市街地に入りそうですね、これだと。カメラが、あ、そういや雨粒がついてるかな。今そもそも映像行ってますか、さっから真ん中についてる。まあどうしようもないか。あそこに鬼岳が見えるから港までどんぐらいかな。ブルーシート古すぎて私も知らない、見たことない。今雨がパラパラ降ってます。鬱陶しいぐらいには降ってる。入れ替わりましたか。こっち来てからほとんど電波ないですね。電波がないのか規制食らってるのか、あるいは別の問題があるのか。できる限り努力はしてますが、ボーリング、あ、そうそう、飛行場、片方の自衛隊の敷地です。自衛隊の敷地の方は滑走路が見当たりませんでした。ただ四角いエリアが囲ってあるだけでした。なんか地下から出るのかもしれないですけどね。でもう一個の五島空港の方は、鬼岳っていうところをぐるっと回り込んで、そこのところだけ避けてしまって見てないです。今日これから渡る上五島の方では行けたら行こうかと思ってるんですけどね、飛行場。ファール、あ、何何聞こえませんでした。近くなってきた。今第二双葉幼稚園の前通過しました。この辺りもキャベツ畑多いな。飛行場マニアっていうほどこだわってないから行ってないんですよね。 1,2 キロ寄り道していきゃいけたのに。これは商店か、船越。ザ・ショップ船越。本も売ってる。口が寒さに弱いんですよ。でも今日は寒さのせいじゃないな。いや、寒さのせいかな。かわいい。じっと見てるけど吠えない犬がいた。で、ありゃなんだ。よっと。道のカーブ曲がり角のところにですね、犬が座り込んでます。なんでここに座り込んでる。この状態何なんだ一体。映像来てないですかね。危ない危ない。結構ふかふかした感じの犬です。しかも車に全然動じない。あ、
ライトつけたままだった。立ち尽くす、座り尽くしたり立ち尽くしたりしてました。あ、見えました。一枚行きましたかね。可愛いけどなんであんなところで。あー、なんか聞こえなかった。申し訳ない。会社は白い、あ、でしたっけ今足元の毛の色。なんかずっと私の背中方向の向こうの方をずっと見てた。帰りを泣ける話じゃないか。ピンボケ、ああ雨がついてるのかな今。あ、オリンピア、生きてるオリンピアだ。うん、あ、カメラを。可愛かったですね。ノラじゃないと思いますけど、首はしてたし。あ、ドラ盛りができたってこれのことか。これもユースのペアレントさんが、オーナーさんが言ってた。最近ドラ盛りもできたって言ってた。ドラッグストア盛りでジョイフルだ。あ、ファミレスってジョイフルのことだったんか。野犬、うん、この辺りも昔野犬がいたらしいですけど、だいぶ駆除されて今いないんだそうです。皆様、あとシティモールっていうかなり大型の、これダイエー系かな、店もありますね。ん？なんて、なんとか親子関係。あ、椿屋だ。ん？椿屋っていうのは島内チェーンなのかな。フードパラダイス椿屋。あ、ドラ盛り。ドラ盛りって関東の方にもありますかね。なんか私名前あんまり知らなかったです。ドラ盛りもできたって言われて何のことだと思ったんですけど。あ、ドラッグストアですねって言ったら、そう、ドラッグストア盛りって言われました。あ、まだ海の方まで行くのか。ちょっとこれあんまりこっちの歩道ばっかり走っててもよろしくないか。アゴ薬局、アゴですか。これただ単にまっすぐ行けばもう港まで行くのか。うん、この辺りは大型店が固まっているところだから、多分島内でその1週間に1回とか車で買い物に来るとこなんでしょうね。あ、あの薬局か、あれか、那覇、あれどこだっけ、那覇の近くでしたっけ、あの薬局は。いや、那覇だったか名護だったか、どっちだったっけ。名護か、確か名護ターミナルから、名護のバスターミナルから走ったから、名護から本部半島の方に向かう時だに、あの薬局っていうのありましたね。あの薬局がひらがなで確かあのって書いてあったんじゃなかったっけ。冷凍シャリ玉ごと冷凍寿司、石焼きごと芋、あ、ごとうか、ごと芋は確かごとう芋のことでしたね。コスモス知らなかった。コスモスっていうドラッグストアありましたっけ。使ってたん、ジョイフル、うん、安いですよね、ジョイフル。
鹿児島行った時も私は2回ジョイフルでご飯食べたし、あ、確かジョイフルで朝ごはん食べた時は大阪さんと一緒だったかな。大阪さんとん、あ、なんてコスモス知らなかったです。私福岡出身なんですけど20年前にもありましたっけ。ジョイフル安いですよね。ベスト山田でもまだベスト電機の看板出てますよ。あ、またオリンピアだ。そう、ジョイフル、うわ、サンバスに出た、びっくりした、何かと思った。道路の向こうと話をしてる。あ、そうそう、エディオンっていうのがいろんなあの家電の個人商店全部吸収してるんでしたっけ。吸収って言い方すると良くないのかな。全部がそのあれ、エディオンの中でデオデオじゃなかったっけ。であとちょっと振り方が本気になってきた。ちょっと甘えどり。ジョイフルホンダのことではなくて、全国的にはジョイフルホンダの方がホームセンターの方が有名なんですかね。雨が、ちょっとお邪魔します。ふう、ん、鴨居電機、ふう、幼稚園、これ資材置き場みたいなところ。うん、ジョイフルホンダはホームセンターですよね、確か。 DIY ショップ、てめえのことはてめえでやれっていう DIY ショップ。ちょっと少し小ぶりになるまで待ちます。雨ですねこの配信機材持ってんのに。ここから港まではもうあと 2,3 キロぐらいですかね。Google マップでチェックすると遅い。なんでこの iPhone の Google マップっていうのはあのスケールが出ないんですかね。この距離が1キロとか500メートルとか、意図的に隠してるとしか思えない。電球 2.5 キロですね、もうすぐですね。やんだ、やんではいないけど小ぶりになったなんでこの携帯用の地図、確か携帯用の地図全般だと思うんですけど、静止が電波本当あるはずなんですけどね。旅行先、うん、風向きで考えることもありますよ。うん、ん、いや、なんで要するに落ちた映像を見てるんですか。ん、電波エリア、あ、フォーマのドコモのサイトの話ですかね。あ、そうか、モジョン動画から関連動画として修善寺の動画がつながってたのかな。あの関連動画のつながりはよくわからないですね。自業自得です。いや、別に私人のせいにしてないですけど、自転車が落ちたことに関してはすべて受け入れてますけども、なんでその私が人のせいにしてるみたいな言い方するんですか。してないか。まっすぐ行ったら福江港、あと3キロ弱。ん、おこなのは何から生えてるんですかね。男の子なの、男の子ではないな、男の娘でもない、
最近ツイッターでなんかその男の娘ネタがめちゃくちゃ多いですよね。しかも同世代の人が書いてるのがよくわからない。いや同世代かな、違うか。なぜみんなそんなに男の娘ネタを書くのか。そうそう、女装ダンス、ね、なぜか擬人化じゃないけど、あのツイッター上では女性扱いに準じてるような人もいますからね。よくわからん。透けてて1週間やばいですね。そうなったらあの島内の食料が本当にやばくなると思います。私は去年の年末に来た年末にあの伊平屋島っていうとこ行ったんですけど、沖縄の、まあ、年末で店が閉まってきたこともあってマジで食料が確保できなくなりました。フェリーが止まって、その島内で島を出るのが2日遅れたのかな、あれで大晦日の昼の便でなんとか脱出したんですけどね。その辺りになるともう島内で食料を買えるところがなくなってきて、一応宿には泊まってたんですけどね。ハブの、そうか、いる方の島だっけ。確か伊平屋島がハブのいる方で伊是名島がハブのいない方だっけ。逆だったかも。後ろ車渡してる。抜けられないかこれ。長崎は実はあまり来たことなかったんですよ。昔中学生とかの時に旅行で来たことあるんですけど覚えてなかったです。自給自足、どうなんだろうな。いや各家はそれぞれ備蓄してるんじゃないですかね。ちゃんと生鮮食料が店頭に並ばなくなるんですよ。まず弁当もなくなってたからな。でもあれ島とかで弁当買ったりすると独特な感じで面白かったりしますね。小学校はちょっと覚えてないです。あと1日伸びたら、去年があと1日伸びたら島で年越しでしたね。まあそれはそれでも別にいいんだけどな。正月に実家にいないと死ぬわけじゃないし、まあほとんど高齢行事みたいになってるから正月には必ず帰ってますけど、どうしようもなかったら仕方がない。小学校の時は覚えてないですね。京都に行った覚えはあるんだけど、多分中学じゃなかったかな。あと志賀高原にスキーに行ったのが確か高校の時だったと思う。高校の修学旅行で志賀高原って九州の中かと思ってました。実際に私行ってみる、最近自転車で行くまでは新幹線に乗ったりはしたんだろうけど、どう移動したかとか覚えてないですからね。当時は昔の記憶、いや年取ったら昔の記憶の方が鮮明になって近い記憶が失われるみたいですけどね。まあ、いわゆる地方症になると学生時代あんま覚えてないですね。よし、もうほぼ着いた。じゃあ武家屋敷通りっていうとこちょっと見てから行きましょうかね。福岡から志賀高原、確か志賀高原だったはず。志賀高原だと長野だからどんだけ移動したんだあの時。新幹線で6時間とかそんなんじゃないのかな。5、6時間、そんなかからんか容量が。弘前、武家屋敷通り、弘前のところは武家屋敷地帯だったんですけど、なんか古いまま完全に保存されてるわけじゃなくて新しいけど一応合わせてあるみたいなのもたくさんありましたね。雰囲気は確かにそんな感じだった。ん、あ、なんて、ん、
家屋敷が長野新幹線島原にもあるんですか、武家屋敷地帯かな。あ、まっすぐ行ったらこれダメじゃないか。武家屋敷のとこに行くには、あ、いいのか、道なり行って途中で右曲がればいいか。実は昨日の昼にあの道の駅で飯食った後に予約してすぐに諦めてキャンセルさせてもらった宿がこの近くにあります。疲れてもうダメだと思ったので、多分この角、あの、この、ここ右曲がったところ。ああ、なんかそういう感じ。駅が、うん。もやが、ああ、雨がついてるんじゃないかな。どう言って、すいません、ちょっと事情ができたんで、キャンセルさせてもらえるでしょうかって言い方でお願いしました。こんなもんでいいですか。GoPro の方もだいぶ雨粒ついてるはず。スマブラちょっと直接触るのあれだけど、汚れてるなぁ。 GoPro 映像もいまいちか。あ、住所もで、こっちからこっちがほんのちょっとあって、で向こう側に伸びてます。もう11時前に着いた。フェリーの時間まであと50分ちょい。で、武家屋敷を車が来るのか。この石垣の感じが、これって古いもんなのかな。路面の石畳はマートから作ったやつですよね。武家屋敷だけどシティハイツ、石垣の間にも瓦屋根の下にシティハイツと書いてある。青いカッパ、あ、私今これカッパじゃなくてただのウィンドブレーカーです。今は人住んでなさそうに見えたけどな。おお、まあ屋敷というよりはこれあの石垣が寒ざらしと、ん？現在の、あ、ダメだ、聞こえない。石垣が残ってて、なんか本当お城みたいだな、これ。家自体はなんか古いまま残ってるところは少ないですね。敷地が。かな。家自体はなんか普通の民家とか事務所とかが多いですね。武家屋敷通り、この門構えとかのあたりがまではなんか古いままなのか、まあ復元してあるのか武家っぽい感じで、その奥の建物はみんな普通、あの今時のやつが多いですね。まあ今時って言っても古いところもあるけど。おお、今の人の荷物は何だろう。あと、なんでこんな車来るんだここは。そんなに他の道通りにくいのかな。観光スポットにしちゃ車が多すぎる。あとちょっとちゃんと止まって写真撮ろう。島、あ、島バラですか。
門の奥は廃屋になってるところもあるな。あ、この上が丸くなってるのが綱吉。この石垣の上のところが丸く作ってあるのも特徴なんですかね。ん？ミルクセーキ、あの缶ジュースのミルクセーキは今回飲んだけど、どこどこのっていうそういう有名なところは飲んでないです。溶岩界の石垣を積み上げ、その上にこぼれ石と言われる丸石を積み重ね、両端はかまぼこ型の石で止められ、全国的に見ても類例を見ない作りとなっている。あ、本当に昔からこの形なのか。まあでもそりゃそうだよな。へえ、やっぱりこの石垣が有名というか特徴なんですね。大根干してある。かき氷、へえ。ハングル、あ、ハングル説明大体ありますよね、今観光地は。キミヤ。さて、じゃあフェリーターミナルに向かいますかね。石垣、あ、そうそう、あの民家でも石垣使ってあるとこ多かったです、島内で。ここから左行ってもうすぐフェリーターミナル。屋敷はなんか一軒だけ松なんとか亭っていうのが残ってるらしいんですけどね。おっと、あ、そうか、天守堂か、なんかあるんでしたよね。天守堂どこなんだっけ。まだあと15分ぐらいはリミットまであるんで。天守堂ってのはどこなんだったっけ。検索するか。天守堂、行き道、教会でいいかな。教会、教会、あ、時事ネタはどうでもいいです、知らないんで全然。教会検索しても出ないな。福江キリスト教会ですか。今通り過ぎてきてしまいましたよ。なので20分、あ、それは無理ですね。じゃあ石田城を見ていくか。一昨日は前通っただけだったけど、今回中はちょっとだけ時間がある限り見てこようかな。あんまりゆっくりしてたらまずい。スタジオはあの中に無料で入れるっていう風に書いてあったんで。教会はでも建物そんな古っぽいところないんですよね。改築してきてるんじゃないかな、ずっと。よっ、ん、教会でも拾わない、そういうのは。ネタですか。まあ宗教ですよね、キリスト教。で、石田城の石垣。でこれ一昨日と全く同じルート逆方向に走ってるな。同じ道を2度走るのはなんか悔しいんですけど。あ、あそこ教会あるな、なんか。あれじゃあ見てこよう。11時過ぎた。
リーで1時間40分あります。別の島を経由していくんで時間かかるんですよ。今日は朝はそんな寒くないですけど、まあそれなりに寒いかな。ちょっと今指先が冷たいんで、指出さない手袋してます。まあどうしようもないですけどね。まあ寝てます。ほら、九州国分株式会社、国分あれか、了解。あ、晴れてます。まあだいぶ離れてますからね。あそこに十字架が見える。あー、また引っかかった。渡っとくかな。商店街だ。そうか、こっちももうすぐ晴れる違いないですよ。おお、こんな商店街が。本当に福江港の周りは島の他のところと全然違うな。あったり、あったあった。福江教会。おお、結構綺麗ですね。長崎ですか。でも島の方はまた全然気候が違うらしいです。今回こっちがこんなに寒いのは異常なんだそうで、雪が降ること自体が珍しいらしいんですよ、こっちの島の方は。なので私がこの2日間であられとかに当たったのはえらい運が悪いです。これステンドグラスなんかも綺麗そうですね。あ、というわけで早くお城の方も寄っていかないとやばい。天主堂っていうところには行けなかったけど、これでご勘弁を。お、後藤バラモン揚げ。運がいいんですか。キューちゃん牧師ってニコ生で有名な人ですよね。それしか知らん。大鳩場タクシー、鳩。よっと。うん、16時台だったと思います、確か。そうなるともうあれですよ、あれ。でも佐世保に渡って帰るというルートも一遍考えた方がいいかもしれない。上五島から佐世保に渡って、そこから列車で鉄道でじりじりしますね。あと残り10分ぐらいでチケット買わないと。基本的に30分前乗船手続きしなきゃいけないんで。スタッフもチラッと見ていく。チラッとてか自転車で入っていいのか。あれ押して入るか。
案外ギリギリだ。次は上五島中通島っていうところです。自転車を押して、なんかちらっと合ってる合ってる。銀行袋入れたらちょっと安くなるんですけどね、数百円。あ、結構これ中奥の方まであるのか。うわ、ちょっと結構あるな。車も来てるから、まあ自転車で乗っていいのかな。結構広いですね。やばいな、これ回ってる時間ないか。5分前になったら切り上げて、もう乗り場へ向かいます。5分前でも危ないよな。高校だ、 城の中に高校がある。五島高等学校、島原ではないです、ここは。夢を紡ぐ城跡と書いて、読み仮名が学び屋って書いてある。今乗りましたけど、向こうに抜けてありますね。向こうに抜けて終わりかな。こんなとこに高校が、城跡と書いて学び屋と呼ぶらしいです。じゃあここから抜けて、あ、すいません、要塞。こっちは専門学校とも書いてあるな。あ、抜けられるのかこれ。お、おや、あ、出られた出られた、出られるよな。強そうなですね、守りに固い感じですね。うん、海が抜けた。そう、堀の中に学校ありましたよ。そっか、反対側から見えてた建物は高校だったのか。よっしゃ、大丈夫、間に合う間に合う。ここにもある、ドラ盛り。まっすぐか。フラグ。実は窓口にたくさん人が並んでて、ここで時間切れですとか言われたらまずいな。まあこのタイミングで上五島に渡る人はそんなにはいないと思うけど。五島のタバコは日本一。普通、あ、ですか。一度、まあそれでもいいですよ。でももうターミナル着いたけどな。あ、民宿観光、ここも。あ、ここもっていうかこれだ。私が昨日あの予約してキャンセルした民宿だ、あれ。民宿観光さん。確か素泊まり専門だったはず。そうそう、レンタカーもやってるって言ってた。電話したら民宿じゃなくて、あの、レンタカーですって言われましたからね。鬼岳か。鬼岳登ったら今日こっち泊まりだな。渡れなかったらって言っても、もう一便は夕方あるんで、それで渡れはするんですけどね。
すいません。よし、あ、これいつなのか、しまった、思いっきり逆走してた、ここまで。危ない危ない危ないっていうか、アウトだったけど今のは。まあでも民宿さん の予約してからキャンセルまでは10分20分のしか経ってなかったんで、なんか準備されてたとしても大丈夫だったはず。次、言い訳はいいか。じゃあチケット買ってきますので、放送止めてる時間もないのでお待ちください。食材を、いや、あの素泊まり専門ですから大丈夫です。こんな感じでいいかな。じゃあ買ってきます。どんだけこうしていけばいいかな。フェリーが入るのは11時20分ぐらいらしいです。チケットあんま大きくないです。そうゲットしました。でこれをタグつけて、自転車で1170円でした。あ、あれかフェリー、ジェットフォイルの方だと自転車そのままだと乗らないじゃないですかね。1170円です。肩紐を肩紐かけ、いてかけてと、よし、荷札、こういうの荷札って言うんですかね。
よっと。ふう、日が出てきた。で、昨日、一昨日と同じだったらこっちから乗り込むはず。ん？あ、違うか。お昼ご飯は向こうに着いてから。もう13時ぐらいになるか。13時何分だっけ？25分か。こうだったかな。多分あれだと思います。どこで待ってりゃいいんだ。こっちか。万葉だったっけ。髪ごとどうですかね。もっと厳しいかもしれない。あ、多分ここだ。バイク。万葉。あれ来た時と同じやつかあれ。だいぶ長くなる。同じタイプじゃないかな。てか乗ってきたのも万葉だったっけ。フェリー着岸待ちです。これから乗船します。でもこれ長さフェリー橋、まあお風呂はついてないと思います。でもこれ長崎行きって書いてないか。そこの荷物も長崎行きって書いてあるし、本当にこれ上五島に向かうのかな。なるなんてとこだったっけ。なんてったっけ行き先。上五島経由なんですかね。11時20分着のフェリーってどう見てもこれしかないし。なんてったっけ港の名前。奈良尾。 ありがとうございます。奈良尾か。まあチケット渡すときに分かりますよね。なんかあらゆるところに長崎って書いてあるんで、ランタン祭りってあるんですか長崎。福岡出身だけど知らなかった。奈良尾間違って長崎戻ってもまあ宿予約してないんで OK ちゃ OK。 もし間違って長崎行ったら私今1170円しか払ってないからだいぶお得に戻れますね。福岡には二十何年だっけ。予約は向こうに着いてからしようかと思ってます。万が一船が引き返すかもしれないわけだし。もうすぐフェリーの上の島によって、あ、なるほど、気にしないで。
あ、なんかありがとうございます。じゃあ大丈夫ですね。そうか、最終的に長崎まで戻るのか、ぐるっと。てかもしかしてこっちから長崎に帰るときってそのルートしかないんですかね。だとしたら直行駅だって3時間以上かかったんだから 4,5 時間かかるんじゃないですか。あ、寝過ごしは可能性ありますね。油断しないようにしないと。で、この五島列島っていうのはこの福江の方の、五島市っていう 方と、あと上五島町、5月上五島っていうそのこれから行こうとしている向こうの方とでですね、観光情報が真っ二つになってて、お互いに行き来するルートすらよく分かんないんですよ。もしかして例によってあの隣接している市区町村であの仲悪いって話、何が直行便、あ、直行便で帰れるのもあるってことですかね。もしかして五島市と上五島、五島市と上五島町は対立してますか、もしかして。あまりにもなんか連携情報が少なかったんで、また来たいですね。ただ関東から来るとなると人だってんのかな、移動に半日かかりますからね。半日どころじゃないか。いらっしゃいませ。飛行機で来た時に直行で行こうとしたらどうなるんだ。リムジンバスに多分2個袋乗せられるから、リムジンバス、ここ長崎駅着いてそこで自転車組み立ててフェリーに乗ったら何時ぐらい着くのかな。でも多分それでも朝一で関東出ても島に着くのは夕方頃じゃないですかね。となるとある程度日数があってある中で結構使わなきゃいけないですね。だから次こっち の、 あの福江島とか上五島に来るのいつになるかさっぱり分かりません。まあ、でもやっぱりあの30代女性が詰めかけるという夏場に来るべきなんですかね。またこのネタ言ってますけど、あ、一応飛行機あります。福岡空港経由で来れるはず、一発で。ただいくらぐらいするんだろう。でも羽田福岡安いからな。隠れキリシタン隠れてあ、かなりこっちの夏は湿気がないって言ってました、あのユースのペアレントさんは。そうですか、メンタル的に。あ、ちょっと眠くなってきた。日が差して暖かくなってくると。フェリー乗ったら時間までじゃなくてもうある程度あの離岸したらもうそこで放送切って寝ますよ。1時間40分だから そんなに長く寝てられない。1時間40分じゃ足りん。このコメントのタイミングがおかしいな。観光情報協会しかない。ん、いや、昨日割と早く寝たんですけどね、寝足りない。ああ、それなんか、起きるタイミングがどうこうって言いますよね。クジラですか。教会文、あ、教会ってそのチャーチの情報しかないって意味ですか。確かに上五島は教会以外の情報あんまりいなかったかな。奈良尾ですか。あ、奈良尾です。はい。対馬も行ってないんですよね。大学の時に合宿と称して遊びに行ったのはどこだったっけ。壱岐だったかな。壱岐、対馬の壱岐。うん、奈良尾です。上五島中通島の奈良尾港、南の端っこのあたりで、今日は南西の風が強いみたいなんで南から向かうのが有利なはず。後付けですけどね、予定ある程度考えてから天気予報見たらそういう
無線合宿がありました。大学の時の無線合宿で島に渡って、上級生はテントあの日陰のところでいろいろやってるんですけど、下級生は日陰に入ることができなくて死ぬほど日焼けします。洞窟ありますね。確か南の方ですよね。合宿はあの無線します。 CQ です。 CQ これさえ無線合宿です。浜辺で無線するんです。同じやつだ。万葉ってこれもしかして本当に同じ船体か、船体というか同じ船か。いやと、そう、あの今私が座り込んだところはあの長崎から渡ってきた時と全く同じ場所です。いやと、でこの船はですね、あの離岸するときによく見えないんですよ。なのでよいしょよいしょ、なのでもうここで終わらせますよ。超あったかいです。今からだと2時間以上かな、多分2時間ぐらいに着いて、そこから昼飯食うんで、もうちょっとあと3時間ぐらい後かな。じゃあありがとうございました。お疲れ様です。
フェリーターミナルの中で昼ご飯食べるか、まあいろいろ調べたり宿取ったりするので何とも言います。再開します。